到着いたします。能登動物公園でのお出口2カ所のみとなっております。2号車の後ろのドア並びに5号車の前のドア2カ所のみドアが開きます。その後のドアが開きませんのでご注意ください。能登動物公園でおりのお客様、お早めに2号車の後ろのドアまたは5号車の前のドアへお進みいただきますようお願いをいたします。車内の忘れ物なさいませんようご注意ください。お出口右側でございます。日光線南栗橋方面はお乗り換えです。今度の南栗橋行き向かい側4番線から19分の発車です。東武動物公園に到着です。2号車の後ろのドア並びに5号車の前のドア2箇所のみドアが開きます。降りのお客様はご注意ください。
ありがとうございました。まもなく久喜に到着いたします。なお、久喜におきましても、出口2箇所のみとなっております。2号車の後ろのドア、並びに5号車の前のドア、2箇所のみドアが開きます。その後のドアは開きませんので、ご注意ください。久喜でお降りのお客様、お早めに2号車の後ろのドア、または5号車の前のドアへお進みいただきますよう、お願いをいたします。車内に恐れ物乗せませんようご注意ください。お出口右側です。 JR 宇都宮線はお乗り換えでございます。久喜に到着です。2号車の後ろのドア並びに5号車の前のドア2箇所のみドアが開きます。降りのお客様はご注意ください。トッツァンの旦那は新しい職場何歳なんですか？結構です。
しよりは全てのドアが開きます。お近くのドアをご利用ください。次は館林に停まります。全車両
ご乗車ありがとうございました。まもなく館林に到着いたします。まもなく館林に到着です。その線、小泉線ご利用のお客様、お乗り換えです。その線、九分駅橋を渡りまして、1番線より10時15分。その線、九分駅は1番線から10時15分。小泉線、西小泉行きおりましたの前より4番線より10時1分。小泉線、西小泉行きは4番線から10時1分発です。なお、ただ、福井方面各駅停車の伊勢崎行きおりましたホーム向かい側5番線から9時54分。各駅停車の伊勢崎行きは5番線から54分の発車です。車内に忘れ物なされませんようご注意ください。お出口左側でございます。館林に到着です。揺れも午後は赤城行きです。足利市、太田、薮塚、神気流、IOE、終点、赤城の順に停車いたします。駅50分の発車です。6分ほどお待ちください。
たします。福井におきまして、上り電車と行き違いのため、一旦停車をいたします。確かに到着までもう少々お待ちください。上り電車と行き違いをいたします。両号5号をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく足利市に到着いたします。足利市を出ますと次は大田に停まります。お出口のないデッキは1号車と2号車の間、5号車と6号車の間です。 Ladies and gentlemen, thank you very much for riding with Tokyo Line.両方をご利用いただきましてありがとうございました。お出口は右側です。足利市の次は大田に停まります。